チャオ、あちゃです。今日12月の15日、たちゃんの病院で大阪に来てます。で、私聴者さんと一緒にお昼ご飯食べてますということで、ハルカスダイニング13階の東洋亭でハンバーグ食べます。でハンバーグまだ来てないんだけど、サラダのトマトがあって、はい、視聴者さん、アイちゃんにトマトを1個もらいました。はい、でトマトダブルで食べたいと思います。景色がね、13階やからこんな感じ。前でもあのハルカスの上登って、で あっから降りてきて、あのエントランスのとこもう16かな、あ、降りてたらすごい低く感じて、なんかここから降りられるんちゃうか。絶対無理。確かに上までいっちゃうと思いますよね。まあ、そう、下もこんなで、ね、動物園もこんなで、まあ、そうなんで、だから隣のビルがヘリポートがちっちゃく見えるんだけど、降りてったらヘリポートまだ上にある。あんな上にいたんや。私も1回しか登ったことがないので、ソフトクリーム食べ損ねたんです。ファインのやつ。でもなんでこうなんでしょうね。なんでそう、すごい謎でした。パン屋メソフト、パン屋メソフトやって、それが上の限定みたいな、限定になっとって、けどパン屋メが有名なのかな。パン屋メってできたの滋賀ですよね。あ、滋賀、滋賀らしいです。滋賀が発祥だったの。なんでハルカス限定取ったんですかね。かもわかんない。何やろうなと思って、でもなんか気になるし食べよう。美味しいと有名。そう、結構美味しかった。なんかジョリジョリするんですか。あ、そう、なんか飴砕いたやつ入ってあって美味しかった。あれ、上まで行かないと食べれない。あれ、そうそう、上のぐらいが食べられない。美味しい。美味しいですよね。食べたことないけど。みんなが美味しいって言うから、それが美味しいんだと思うんですけど、チャレンジできなくて。見た目でも。じゃがいもも丸っこ1個ついて。
まくなるんですが、いや、その後、ビッグに電話取ってきたからって言ったら、昨日、またそろそろ6ヶ月とか出てたから、すぐ食べられへんか。Thank you.
しいです。どうか。暑いです。じゃあトマトが冷たいの。ああ、そうかもわからへん。交互に食べる。交互に。リオくんもヒカルくんもジャガイモ好きです。ジャガイモ大好き。ジャガイモ大好き。そう。焼肉するときにじゃがいも5個かぐらい一口ぐらいに切ってでレンチにしてから焼くんだけどあっちゅう間になくなるいつもなんか芋が芋がそう芋がもうないとそういやそれじゃじゃがいもが一番好きなんですやっぱりそうやねサラダとかやったら食べんねんけど熱入ったら野菜食べへん。本当ですか。なんかどっちかと逆ですよね。嫌いなのって生が苦手です。でもトマトは熱入らんと食べへん。トマトは熱に入らないダメ。お鍋とかしててもなんか野菜の硬いところ芯とか甘いところが嫌なのに葉っぱがいいね。え本当ですか。芯を焼くやろお鍋とかねそれが美味しいですよ、ね、そう野菜を野菜、ね、光が最近やっと野菜ちょっとだけ食べれるって言ってよかった。気持ち食べてね、なんか一口食べたからもういいやろみたいな。食べるのは嫌いじゃないんですよ。そう、うん、けど別にけどなんかわざわざ食べるのが嫌いやん。りょうくん結構野菜食べるの。りょう最近よう食べるのやってみて、なんかこの前もなんか野菜サラダとってあんま食べへんかなと思って、ね、大皿でとったらほとんどりょうが食べてるあれみたいな。りょうくんね、食欲が出てますよね。食欲すごいな。で食べへんときはほとんど食べへんから。あ、そうなの、うん、でも大きくなる証拠でしょう。なんかそういうの、この子も食べ出したらね、すごい成長するっていうのが。今までご飯2合炊いても残っててんけど、はい、最近3合でギリギリぐらい。もっとですよ、意味になりますよ。男の子がね、2人とかだとそのうち、5号ぐらいとか多分いると思う。食べますね。だから、1ヶ月30キロなくなるとか言う人いてたから、いや、怖い怖いとか。1ヶ月で30キロは怖いです。そう。1日全員がご飯しか食べないけど、パンは食べないから、で1日8個炊く、7個で約1キロだね。家族は3日計算しても30キロじゃない。すごい。あ、そっか、でもパン食べないとね、ご飯になりますよね、うん、で、お弁当もできるだけだから。お弁当がいると確かにご飯は、うん、うち朝パンで、うちも朝パンで、昼は結構パスタとかそんな、夜しか炊かへんから。お母さんと私がそんなにお米を食べないので、うちも全然、1ヶ月10キロもいらないぐらい。そうなんですよ。だいぶ冷めました。元の方でもあれですかね、もともとそうですかね。あ、言ってなかった。なんか12時15分にどっかの なんとかビルのコンビニの近くにいますって書いてくれたから。12時ですか。12時15分に、アポロビルの1階にいてます。アポロビルとかすぐ隣ですね。今はるかす13階ですが了解ですって書いてあるから、あ、ちゃんと向かってる感じですね。そう、タカは
いつも食べてたって言ってくれて、人は忘れてたかなと思うねんけどね、分かんない。なっちゃんがコメントくれてる。なんかコメント入れたらエラーが出るって書いてくれたから、あ、じゃあいやコメント入ってるんですかね、初めての人ですね。いやと思うねんけど、また一人今日前にあったら行きますって。誰だろう。今も近くにいる方は女性の方ですね。キャットメニュいろんなのが書き込んどるから。女性だと思って男性だった時の衝撃すごいです。嘘みたいな。まさかの男性。どうします？結構なんか見れしい感じ。僕ですね。みんなに名店ってなりそうです。あ、あなた。コメントとかだったら分かんないですよ、ね。分からへんもん、ね。しかも頭とか見たら、女性のね、絵とか。絵あったら分かんないですよ、ね。マッチョのおっちゃんとか。リコさん、間に合ったらいいですね。いや、いや、いや。平日やったらね、仕事とかもあるから、早終われたらいいねけど。リコさんのことだから頑張って切り上げてるかも。なぜ？いつも以上のピース。自営やから結構なんか時間ね。あ、自営なんですか？なんかみたいな感じ。何でしたっけ？増員。なんかそんな感じですね。じゃあ都合つけれそうですね。やばい。会社とかだったらね、そうはいかない。そうはいかない。じゃがいもボリュームあるし、あのね、丸々1個もあるね、結構な。初めて見たとき衝撃がすごかった。まさかのって思いながら1個なんですね。あの道の駅のね、わさびってどんな味するんですか？あれをね、買いに行きたくて、はい、毎週行ってるんやけど、私がもう行く頃にはないんですよ。あ、向こうは売れちゃって買いに行ったって。結構人気で、結構朝からやったらボサーって置いたんだけどね。わさびの味がするんですか？わさびでもないねんけど、ちょっとね、ほろ苦い感じで、そんなにわさびほどピリピリは辛くないねんけど。うちの家からね、あそこの道の駅まで約2時間ぐらい下道でかかるから、あと境なんですよ。あ、境なんだ。うん、うん。で、そっから海沿いのね、境だから、そっから戻りまで言ったら結構ね。結構そうですよね。
餌会っていうところなんですか。餌会の餌会館、ライトストライクの南市淡田川のすぐそばですよ。あ、だから南波まで15分で、あ、各駅の最終の松原なんて言っちゃう。そんなに遠くないですか。うんうん、本当にあの松原の駅からそんな遠くないですよ。近鉄の松原の駅、そんなに遠くないですか。そうなんや、全然田舎です。ちょっとはショップ寺なんですよ。方面的にはあの山田が一本で藤井寺も全然よく行ってます。あ、こんにちは。こんにちは。いいですか。はい、はい、こんにちは。あ、久しぶりで、前回一瞬ちょっとだけあ、こんにちは。いいですか、今から頼んで。あ、大丈夫です。人が来てくれたみたいで、出てきてもらっていいですか。近くに行ってくれてんのかな。本当ですか。どうしましょうかね。席が出てきても多分チラッとなんか時間がないからってチラッとあってって言ってた。本当ですか。どうします。でも私たちが出ても全然わからない。なんかそんな感じで。そうなんですね。あっちゃん、じゃあ一瞬一瞬でね、ちょっとだけでよか。でも、あ、でもまだちょっとね、あのまだ、あ、まだあれなんで、うん、つ、はい、ついてるかだけ確認して。あ、はい。サリーさんも来られる。サリーさんも 昼過ぎぐらいに行ってて、はじめましてですね。あ、そうやね。ちょっと、ね、前回一番最初に来てくれた時、ね、でその時にサリーさんが来てくれてたからね、はいはい。サリさんね、チラッとだけ来てくれて、で、別れてから、そうで、一人でお昼ご飯食べたら来てくれたんで襲撃しちゃった。あ、そうなんですね。近くでいいですなんか来てくれてるみたいなので、ちょっと出てきます。そうなんです。
え、うまいちゃう、うん、そう、前ね、コメントいただいてたのにね、お返しできなかった、返し方がわからなくて、今聞いたので、ね、やっと。この子はなんでこんな仲いいんですか？相手は2回目 でゆっこさんは3回目で、だから自転車でいつも来てて、奈良の方国内でいつも出てて、私はそことか苦手なんで、コメントとかなかなかできなくて、そうです、私お水をすいません、ご飯いいです、ダイエット中なのです、飲みもあるんですかね。メニューがただアップルワイン。今日初対面なんですか。みんなそう。前回ちょっとだけ違う。みんななんかね、仲良しさんみたいで。みんなそう。初めて緊張してます、うん、みんな視聴者さんみんな仲いいからすごい、うん、嬉しいしね、うん、でもあっちゃんだけでしょうね、あのコメント欄さ、すごい仲良くできる、あっちゃん無視で、あ、そう、無視で、あっちゃんそっち負け、うん、朝起きたらみんな挨拶してすごい朝起きたらみんな挨拶してすごい、で、ゆかさんは今日食べますか、ゆかさん来れたらなんか仕事の都合で、現場ですか、ゆかさん、極めてますよね、ゆかさん、極めてますよね、ゆかさん、そんなあれですよね、なんか上演業みたいな感じではないですよね、なんかそうやん、見た目はヤンキーですか、これね、ナイフで、嫌われてるからちょっといいかなと思いながら全然全く嫌われてるじゃないと思うんですよ、全く嫌われてるから逆にファンがすごいいてるよね、この後どっか行ってもらえないですか、この後どっかへ、まだ決めてないんでなんかあの大王院長ちゃんって言ってはるでしょ、3年目の分け方を教えてもらいました、3年目またカラオケ、前回却下されましたよね、前回、前回そう4曲、3曲か4曲しかずっと喋っとって撮影会しとって、あ、この間のなんかあれですか、この間のあのこの間のメンバーはまた違い、この間のメンバーはまたあ、この前奈良でやった時、奈良でやった時はなあの名古屋の方の視聴者さんが来てます。なんか1時間とかだったんです。全然時間かかってない。今日4時ぐらいまで行けるから結構時間ある。大丈夫です。3時半、まあ、4時に病院入ったらいいから、まあ、もうミオの上やからすぐやし。あ、そうですね。こんばんは。抜けはるんですか。あ、はいはい。抜けはるんですか。抜けないんですか。大丈夫です。大丈夫です。食べてください。私の目ときます。食べはったんですか。食べはったんですか。うんうん。これは私の声ありますね。食べれているの。ダイエットして。いや、朝昼は抜いて夜がっつりかな。それ一番超えるから。あら朝にしっかり食べた方がいいんですよ。そうですか。うん、
でもやっぱ夜は子供が治るから、ね、そうだだけど、それを、ま、我慢する、うん、そう夜は野菜とかとか、なんか朝とね、晩の食事をひっくり返したので、ね、結構理想的に痩せていく、まあ、で、私が言うても説得できない。ほんまにそれはそうなんです、うん、晩にがっつり食べると余計に栄養になる、寝るから、うんうん、去年70キロあって、うん、で、うん、今年の頭2が52かな、1かぐらいまで落としたんやけど、うん、朝好きに食べて、で昼も好きに食べて、夜だけご飯抜いておかずだけ食べて、だってあっちゃんおでちとかめっちゃ飛ばしますよね、うん、で夜はやっぱり6時半以降は何も食べない、醤油みたいな、そう、まあ、こんにゃくとか食べるけど、そういうぐらいで食べてください。でやったら痩せてんけど、今度痩せすぎたから白米を抜く、白米抜くのが、あのタンパク質、じゃあ炭水化物抜いて、で代わりにプロテインの、あのソイ系って豆系の方のプロテイン、ソイってボディービルダーみたいになりません、ただ大丈夫、あのソイ系と、もう一つ何だかな、なんていうのかな、筋肉つく用のやつと、こうやって痩せる用のやつ2種類あるから、豆系の方を飲んだら大丈夫、プロテインも入れて、プロテインを、あの運動しないとダメでしょ、プロテインって、え、運動しないとダメ、あ、運動する全然大丈夫、もう飲むだけ、そしたらなんか運動しないの、運動大嫌いやから、もうそれだけで20キロぐらい普通に落ちたから、無理ですよね、うん、最初すごいお腹減るし、横で子供ががっつり食べてるの見たら白米食べたくなるし、で朝昼白米食べへんから、晩抜いたらほんまにご飯食べられへんかって、うん、悲しかったけど、もう半年だけ10キロだけ落としたら食べようって思って、で戻らないんですよね、で今戻ってない、ね、でもうちょっと戻したいかな、なんかあのふくらはぎが筋肉出るから嫌で、バイク乗ってたから筋肉残ってるから、マジ汗ごそですね。なんかゴリゴリ。いやいや、やばいです。見たら塩サウナとか行ってるじゃないですか、私も大好きで、気持ちですよね、どう行かれてるのかなって、ツルハシのそうです、私も大好き、合いますかね、なかなかの付き合いは嫌だ嫌だ、僕はの水晶としてます。そこは結構温度が高くていいです。水って書いて春って書いて水晶。え、誰が7なんですか。あちゃん。はい、そういう人見じゃないんで、あ、そうなんですか、あんな感じなのに、うん、コメントの感じはね、結構そう、ヤンキーみたいな見た目はヤンキー、え、でもヤンキーじゃない、ヤンキーじゃないけど、優しそうな、なんて言ったらいいですか、怒られるね、あんまりロブスター。何やろ。笑って。会いました。ロブスターではないかも。怒られる。どんな感じ？どんな感じやろ。でもなんか人見知りとかしなさそうな感じやね。そう、人見知りはしなさそうに見えるんですけど。人見知り。そうそう、カラオケで歌いはったんですか、前の歌いましたよね、うとでんけど、その言葉で上がらなかったですね、上げようと思って、もうちゃんと編集も終わって迷惑な子ですね、
らしいか分かりません。小学5年生でイカラ君と一緒です。いや、上に19です。あ、じゃあやっぱりお子さんは同じ子さん。で、さっきお話しした23歳の男の子と20歳の娘です。すごいですね。ゼロです。独身なんですよ。独身なんですよ。ゼロですよ。いいですね。そろそろ会ってないと思います。おいくつなんですか？Pで。あとでちょっといいよ。あとで、34なんですけど、でも学年では35とか。あー、やばいですね。やばいです。そういうのがいいと思います。本当ですか？本当ですか？自由で。ちょっと何度だけ心配なんですけど、そこだけあっちゃん寝てるから本当ですか？老人ホームについてもあるし、一人でも孤独孤死とかするんじゃないかなって。あっちゃん入ってるから。10億当たるから。あっちゃんとか3階。あっちゃんとか3階。すいません。そう思うんですよね。結構大きなお母さんの気がする。先取っていいだから。だから、ね、あ、取りました。取って。すごいこと量あるな。すごいでしょ。それ10億ってこんだけ丸いやん。それ何なんですか？なんかね、なんかガラスケース。なんかガラスに10億円。すごい。わからないんですけど。多分あの。これでカリにやられたら、ま、ですよね。まあ、あの表だけ違うから。上だけが本物。上だけかも。あと全部そうだよ。すごい、そんなとこあるんだ。宝くじ売り場の横にあれが置いてあって、なんかみんな並んで写真撮ってたけど。なんかなんかのちっちゃいとこって言ってた。あそこでしか買ったことない。ここは。なんかね、なんかのそこも有名とかも。親に頼まれて、この第4ビル。なんかあそこですか？よくなんかお笑いの人とか買いに行くようなものなんですかね。あ、かもわからんね。なんか結構なんか一時期日本で一番当たるとか言われてる。あ、そうなんですか？なんか、うん、東京より当たる本数が出た時、東京と大阪とあとなんか福島の岩手かなんかに、ここもなんかよう当たるとか言って、そんなとこ行かれへんし。なんかね、そことか地方とかで当たってほしい。そうですよね。ですよね。高いばっかりですよね。数多いと当たり前やんね。ねえ。いつも行くスーパーの横のとこで、この前6億出て、で、うちの近所のおばちゃんやねんけど、6億出て、なんか夜逃げしたらしい。すっごいこと人が来て、寄付制とか。おばちゃんが当てたんですか？おばちゃんが当たって、ね、新築建てて、建てた家を捨てて逃げたらしい。捨てて逃げるんですか？もうそう。今どこにいてるか分からへん。当たったらなんか多分誰か言ったんやと思うんだけど、なんかどうしてもバレるんですよ。なんか寄付制とか電話かかってきたり、寄付してくださいっていう電話が鳴り響くから、しばらくみんな電話していくる。6億はすごい。そんなにいるのかと思う。いるけど当たったらあっちまで使うやろなって。みんなとパーッと使って終わりみたいな。当たるもんなんですか？
か少なかでも分かりますよね。どこだろうね。ですよね。1万は当たったけど、うん、それ以上当たったことない。私絶対初音みたいなやつだと思います。300円。300円。絶対みんな当たるって300円とかやと思います。男の人も決まってる時あるんですよ。男の人まだ来たことないね。なんか前回ね、前回そう。られなかった。でも前回ジャンジャン横丁の方紹介してあげるわ言ってんけど、都合悪くなって来れんくなって。いや、やっぱ女の人が多いってこと。やっぱりそう。あっちゃんライブは1回目っていつぐらいだったんですかね。1回目いつやったかな。今年夏ぐらいやったかな。まだ最近で、YouTube も今年の5月ぐらいから普通にやりだしたぐらいで、去年11月からやり始めてんけど、全然もう片手間っていうか適当にやっとって、今年の5月ぐらいからちょっと気合い入って、私もちょうどその頃が見出したんですし、私もまだ3ヶ月か4ヶ月ぐらいであっちゃんでき、5月の終わりかぐらいにちょうど見たのが初めだった。もっとやられてるんやと思ってますね。まあ、そうですよね。で、年々短いですよね。ベテランですよね。私のおかげだかなんかこれ映し方とかね、こうやってやってくれるからあれ、こうやったらピントが合わへんかって、で、手でピント合わせらんとカメラがダメやったから。でもこれ可愛いですよね、パンピで。あ、これピンク。今日、あっちゃん予想通りでした。絶対下赤やろなと思って赤のスカートで狂ってたもんじゃない。今日迷ったん、ロリータ着てくるか、カミニスカポリスで来るか来るか、うん、でもね、赤が多くて可愛い、うん、可愛い、がっつりロリータで来ようかな思ってんけど、ちょっとロリを入れて可愛いですね。でも病院行くのにロリータでがっつりはどうかな。今更気にしますよ。あ、まあ、多分大丈夫やな。トレンチの大人っぽいのも出ました。この間のね、あのガチャガチャしてるワンちゃんのアングルやばかったです、あれ。あ、めっちゃ綺麗です。ビレッジヴァンガード、決めないビレッジヴァンガードネタの宝庫や。ネタの宝庫知らんかって、初めて行った時、あの滋賀県の大津 のイオンのとこで初めて入って、うわすっごい店あるんやなって、で帰ってったら奈良にあんねん。あ、あるんですか。何あんのかいみたいな。え、奈良ってスターバックスあります。スターバックスもなんか、だよいのちゃんが奈良にスターバックスってあるんかいって言ったんですよ。 あるやろ言って。あんねんけど、奈良でもね、バカにしすぎですよね。高いから行かへん。どっかの県がなかったんですよね、この間まで。やっとね、こうやってでも出てるんですよ。島根県でした。鳥取じゃなかったね。あ、そう、鳥取かな。どっかなかったんですよね、唯一1軒もなかった。あ、鳥取やね、なんか、そうやね。すごい並んでたやつですね。そうです。どうせなら作らなかったらよかったのかな。うん、砂場カフェがね。なんか前にあっちゃんにキムチを送ろうと思ったんですけど、なんか辛いの嫌いって言い出したでしょ。ああ、辛いの。もうやめとこう。キムチって好きやねんけど。なんか辛い系無理とか、なんかこの辛さ無理だよとか言ってたからさ、なんかもう絶対送るもんかと思って。うん、なんか辛いの好きやったのに、だんだんダメになってみて。13歳なの。うん、昨日かな、トッポギ食べて、ヴィレッジヴァンガード あのレンチンのトッポギ、なんかめっちゃ辛かった。あ、やばいとか。あれもヒカル君とか食べるんですか、辛いの。ヒカル結構辛いの好きで、量はダメ。あれ完食してんけどな、あのペヤングの激辛。え、あれ美味しいでしょ。めっちゃ辛い、痛かった。あの辛いより痛かった。辛いの好きなんですか。大好きです。やっぱ胃袋が開けるスペースに
か。おしゃれですよね。ダメで言ってますよね。この前言い合ってからやっぱ弱い。そうですよね。まだです。いてはるんですか、フロリキン。でももういてないと思うけど、もう一回検査行かなあかんだけど。二度水やから、また入ったかもかな。二度水やし、ピュアちゃんとチューするし。それダメですね。どうでしょうね。なんか胃がんになるんですか。胃がんになる確率が高いっていうだけで。はい、入れますか、フロリキン。無理です。調べないと分かんないですよね。そうですよね。そう、なんか検査しちゃうと分からへん。胃カメラみたいな、なんかなんていうの、袋みたいなのにプーって膨らまして、それ渡すだけで検査する。空気で分かる。そんなにいるって言うとびっくりですけど。まあ、そうね。治すべく薬だ。薬、なんかエアちゃんとか見れないですか。アンチですか。アンチじゃない。アンチじゃない。めっちゃ薬飲まなあかんから。飲んでますよ、そう。飲み忘れたやつはアレルギーの。あ、アレルギー。飲み忘れたって予習が可愛くて、あ、また忘れた。今朝も忘れてきて。でも途中でね、気づくから。途中でそう。もう誰か来る感じの何かあるんですか、コメントとか。コメントあと、行けたら行きたいっていう人が一人いててんけど、間に合ったら行きます。誰かなんですか。で誰かな。ゆかさんじゃなく、ゆかさんも間に合ったら行きたいとか言ってんだけど、うにさん。うにさんですか。うにさんって書いてある。あ、うにさん、うにさん見てないですか。やっぱり全然覚えてない。いつもめっちゃ見てるけど、コメントの流れがものすごい速くて全く追いつけないです。いつももうコロサギさんとこうね、怒られる。本当に覚えられないね。でも決まってますよね、コメントするのね。なんか見てるのに必死で、もうそれでもう打つ暇がなくなってくる。そうですよね。うん、でも大阪も結構いてはるんですか。大阪も結構いてる、ね。北海道がめっちゃいてるね。北海道ですよね。ズコちゃんとか北海道。ズコちゃんも北海道。朝からなんか雪かきしてる人がいっぱいいてるね。あっちゃんも行かないしね。ちょっと北海道まで。北海道遠い。次どこ進出する予定ですか。次どこ行こう。年明けに名古屋行こうかな。あ、名古屋。あ、名古屋は誰がいますよね。あ、加藤さん。あ、そう。加藤郁恵。加藤郁恵さんは名古屋ですよね。名前出しといてあげると。あとコメントあったかな。ミミさんは。ミミさんは青森ですよね。青森。ミミさん青森。だけどなんかミンジさんと加藤さんはツインでなんか覚えました。あ、同じ年やからと思います。私も本当ですか。なんかその絡みがよくされてたからで覚えました。だけど名前覚えない。朝から賑やかでした。なんか、あんまり、いいとこ。
だけどその頃にやっとコメントをやれるようになったら登録の仕方があるんですよ。あー、本当ですね。作らないとできないってことすら知らなくて、あるちゃん見て見出してからコメントしたくてアカウント登録しました。そうなんですね。なんかすごいファン。めっちゃ緊張しとって。そうです、前回の時もそうです。前回もそうです。めっちゃ緊張してる。そうです。え、あと2人はゆかさんだけです。ゆかさんとなみちゃん、この人が歌う時めっちゃ上手かった方。あ、そう。エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン。この方がなみちゃんって方です。一緒に。すごい上手かったですよね。上手いですよね。で、ゆかさんは恥ずかしがって歌ってる時はめっちゃ本物で歌ってたんですけど、アップになってる。そこまさかの歌もあったのに。でも全然普通にね、可愛い歌歌ってますね。そう、普通に可愛いで、なんか失礼ですよね。なんか、なんじゃない、可愛いのにね。なんかめっちゃ、なんかそのアップなんでそんな嫌なんだろうって思ったら、めっちゃ可愛いのに、どうしてそこっていうの。そうですよね。編集もしたのにね。編集もちゃんとしたのに。なんかアニメとかどうしたの？あれちょっとプリプリイチゴだから、ね、プリプリの時代ですよね。そう世代が若い。やっぱ女性が多いですよね。女性が多い。だから喧嘩も多いですよね。あ、そうかもわからへんね。多いですよ、最近ね。そう、気持ちじゃないですよね。なんか同じファンなのに、なんかちょっと違うんですよね。ちょっとずれてとか。そういうこと。あとピー入れるの。ピー入れてくれないですか。いる。あとピー入れてくれないですか。ちょっと絶対めんどくさがって絶対。大丈夫、絶対あったら話します。そうそう、長い動画見にくいから。そのまま。カットしようか。カットされたら私もちゃんと行きます。ちょっと待ってね。あ、1停止しようか。ちょっと待ってね。まとまってます、それ。ちょっと待ってね。止める。はい、ということで、お昼ご飯食べ終わったんで、この辺でカメラ止めたいと思います。またね、またね。ウィンクが来ると。